おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目22時45分のニュースをお届けします。本日も 四国米国米ロシア関連と海外ニュースそして日本の中の様々なニュースをご紹介したい,と思います本当に今、まあ今も昔も多いかもしれませんが激動しておりますよね。いろんなニュースを網羅的に紹介させていただきたいと思います。この番組をご覧いただければ大体の保守系ニュースは網羅できるという感じで紹介させていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたら幸いでございます。というわけで早速本日も参りましょう。まずは海外ニュースをざっと紹介させていただきたいと思います。こちら。 島田宇さんのツイートです。ソ連は74年で滅びた。中共は来年74年目を迎える。2年前に出した説著のタイトル。3年後に世界は四国を破滅させる。はそこに由来する。そんなこと無理だ。は馬鹿でも言える。独裁体制打倒に向けて日々戦略を練る者だけが政治家の名に値する。というふうに、ある意味、えー、声援というか激励を送ってらっしゃるような、そういう感じのメッセージですかね。 こちら C 国軍、台湾周辺で統合演習、アメリカ国防権限法に報復かというふうな記事、そしてこちら、C 国軍機71機、台湾防空識別圏に侵入、過去最多ということで、か,かなり激しくこの辺も動き出してきているようですね。こちら、渡辺哲也さんですが、台湾有事になれば、C 国から豚肉と豆腐が消える、大豆の自給率は12%。 アメリカ、ブラジルから85%を輸入というふうに、えー、おっしゃっていますね。それでもやるつもりなんでしょうか。そしてこちら、C 国経済、12月も低迷続く。全国的なこういうものということを説明されていらっしゃいます。これちょっと危ないニュースなので、えー、こういうふうに表現させてもらいますね、えー。こちら、カルタさんですが、今年最後のそこまで一定委員会は恒例の暴言。 名言大将私は習近平国家主席の台湾侵略に関する言葉を選んだ1949年建国以来一度も台湾を統治も支配もしたことがない C 国が1971年10月まで国連安保理常任理事国だった台湾を侵略するなど許されるはずがない第3次大戦の勃発を防ぐのが世界の最大焦点というふうに紹介されています。 こちらどどんどん行きますアルゼンチンに肖像肖像,像,肖像,像, <laughs> 肖像,像設置日本政府の圧力で失敗の危機やひな圧力の結果警告正義記憶連帯という風に言われていてでこれがあ関連してるんじゃないかという風な噂もありましたよね。 日アルゼンチン首脳立ち話ということで11月15日こういうことがあったとわ、まあ、かりません、ね、実際のつながりはわからないんですがこういうことがあったというふうなことも紹介されていましたね一部の方たちでは紹介しておりましたでこちら小崎奈良さんですがアルゼンチン慰安婦像設置中止アルゼンチン ェーノスアイレスで計画されていた慰安婦像の設置が中止された。この慰安婦像は先月25日に除幕式を控えていたが、直前で中止に。警護の元慰安婦支援団体代表は、日本政府が圧力をかけたと非難した。よくやった。他の国も続け、というふうにおっしゃっていますね。で、こちら、有敢富士編集局さんですが、日韓間の請求権問題は、1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に決定。 解決しています林外相は原理原則を曲げてはならないというふうに言われていてこの記事が徴用工支援団財団定管に賠償日韓検討の解決策念頭化というふうな記事を紹介されてこのようにおっしゃっていますどんどんいきますここからロシア関連になりますがロシア軍弾薬不足続くインフラ攻撃限定とイギリス分析というふうな話またプーチンロシア大統領 停戦への移行ウクライナやアメリカは会議的と会議会議というふうに言われていますね。プーチン大統領ロシアは正しいアメリカミサイル100%粉砕というふうな発言またロシア軍ク,クリスマスも各地でミサイル攻撃年末を暗く困難にというふうなことも言われていますねそして侵攻目的はロシア国民の団結プーチン氏西側が分断試みと非難ともういろんな話が出てきてますね で平井小さんですが「四国抑止,抑止のアメリカ国防権限法が成立」「TikTok 禁止も議会通過」というふうな記事を紹介されて「競争法案で取り上げられた内容のうちいくつかが国防権限法に組み込まれ先行して成立している」「四国が軍事圧力を強める台湾の防衛能力向上のため5年間で最大100億ドルの支援を確保」 米台の連帯を強化するためアメリカ政府職員5人から10人程度を台湾に毎年派遣するというふうな明説明をしてくださっています次にこちら副大統領皇帝前に続々と移民バス極寒のクリスマスイブにアメリカということで中南米からの移民の乗せたバスが続々と到着したとハリス副大統領の皇帝の家の前にですね ね、こういうふうに補修系補修型がこのようにやされてるんですかね。次にこちら。ツイッターファイル第9弾。ツイッターと他の政府機関。政府はツイッターだけでなく、事実上すべての主要なハイテク企業と常に連絡を取り合っていた。と。これもすごい発言ですよね。マット・タイイビーさん。1スレッドツイッターファイルというふうに。えー、また、他の政府機関というふうに言われていますが。ね。 すごいことになってきてますね、このツイッターファイルも。というか、こちら、共和党下院リーダー、ケビン・マッカーシー、FBI の真相究明に独立した特別委員会の設立を目指す、FBI を徹底的に調査しなければならない、召喚状が必要だというふうにおっしゃっていますね。うん、本当、アメリカはこのように大きく動き始めていますが、日本はどうなんでしょうかね。 でこちら西村さんですがアメリカ時間のクリスマスイブに全世界のツイッター利用者にプレゼントワシントン・ボストの続報直近のツイッターファイルが言論封殺の圧力キャンペーンに CIA の関与が指摘されたツイッターファイルが明かす一連の恐ろしい情報は米国左翼メディアの報道は皆無それで日本メディアも報道しないのは全くおかしい 先日文化人放送局の番組で言ったように後輩の某民放元報道局長が打ち明けてくれた西村さん日本メディアはとっくの昔に亡くなったはずの GHQ の報道コードにまだ従っていますよという言葉の正しさを証明するのがツイッターファイルの報道ぶりだこの記事はこう続くソーシャルメディアプラットフォームに圧力をかけて言論を検閲させる広範囲な活動の一環としてツイッターサイトのモニターに CIA の情報を 評価を提供していたことが示唆される独立系ジャーナリストマット・タイビーさんによって公開された最新のドロップは CIA の一般的な歪曲表現であるこのような OGA と書かれていますね。 FBI の職員が以前のツイッターファイルの会で開示された連邦政府当局とソーシャルメディアプラットフォーム間の定期会議の一部だったことを明らかにした。このファイルは FBI がソーシャルメディアの監視と検閲の膨大なプログラムのドアマンを務めていることを示しており、国務省からペンタゴン、CIA、さらに連邦政府全体の機関を包含していますとタイビー氏はクリスマスイブにツイッターのスレッドに書き込んだ。 さて問題はこんな史上空前のスキャンダルになるネタになぜ左翼旧メディアは飛びつかず無視しているかだ答えは簡単だ無視するメディアは合衆国憲法違反の検閲に加担してきたからだというふうに言われていますね相当なこと出てきてますねこれねこれ日本が報道しないっていうそれが怖いことですよね。こちらトランプ氏 支持者バイデン勝利今も認めず1年経っても最終刑求め続けるとこれ読売新聞ですがこういう形でまたトランプさんを,を叩いていらっしゃいますね一方こちら共和党を変えるリサンディス知事トランプ氏を大幅リードということでディサンディスさんのことはこのように出すんですね不思議ですよねでこちらカリレイク氏のあこれ最近このワード怖いんですよちょっとやめてきますねレイク陣営は判決を不服として控訴 レイクジンへ妨害があったことは明らかだというふうに言われています。これちょっとやめてきますね。これダメなんですよ、最近 YouTube。はい。これまたご覧いただけたらと思います。こちら、トランプ大統領。 メリークリスマス。我々の国を破壊している急進左派のマルクス主義者たち。精神障害の民主党。絶滅寸前のメディア。この世の誰よりもトランプを憎んでいる特別検察官を任命した悪の権言のような司法書。全ての人々に愛を込めてというふうにメッセージを発しておられますね。で、こちら、ここから日本関連になります。78事件関連ですね。白川さんですが。 ああ容疑者の起訴がやっと決まったと。これちょっとこれも危ない話なんですね。最近黄色が連発しておりまして、ちょっと慎重にいきたいと思うんですが、容疑者の起訴がやっと決まった。なんであんなに長々と留置しなければならないのか。隠蔽したいことが当局側にあるんじゃないかと考えられても仕方がないだろうというふうに言われていたり、またこちらですね。元首相の事件では数々の疑,疑問が指摘されています。奈良地検、奈良県警は一部国民の疑問に答えることができるのかと。 おっっしゃてていてまた哲也さんですね。奈良地検が容疑者に対する精神鑑定の結果を受けて刑事責任ありと判断しこのような罪で起訴することになったのは良かったと思う。だが1人の処罰でトカゲの尻尾切りをしてもらっても困る。現在さまざまな疑問が科学的な見地から指摘される中背後にある闇を当漢に付してはならないというふうにおっしゃっていて、ね、ほんとそうですよね。こちら ですね、容疑者モデルの映画「完成版上映始まる」というふうな毎日新聞の記事を紹介されてアビルさんがテロを煽り拡散して何が嬉しいのか報じてどんな結果を望んでいるのかとお言われていてまたこちらちょっとこの辺も慎重に扱いたいんですが2回元幹事長がこの自分自身のこのような説を流したものに こうしてやらなければ承知ならんと発言する。危ないんでごご、ご容赦ください。したことが問題になり、反安倍左翼の東京新聞。問題になりそうと、反安倍左翼の東京新聞。法政大山口次郎氏の目を縛らせ、縛らせた安倍氏をこうやってやってやるの絶叫に。 比べれば数段自然だろうというふうに言われたツイートを紹介されたアビルさんが東京新聞は安倍元首相の,のあこれはどうでもいいと軽視していたからこんな二重規範になるのだろうかというふうに言われていますちょっとこれちょっともう本当に失礼なところで申し訳ないんですがかなり慎重にちょっと表現させてもらいましたでこちらあー例の事件の演説場所奈良県警が後方の警備が難しいと他党には指摘していた奈良県警の指摘に従い 今年4月、立憲民主党などはその場所での演説を断念というふうなことが、また改めてこれちょっと話題になっていたので、改めて紹介させていただくんですが、で、これですね。西村さんですが、なぜ関西テレビのこれぞジャーナリズムという有料報道の記事が FNN オンラインから削除されているんだ。この記事は7月時点で僕も注意深くツイートしたし、説著、日本人だけが知らない安倍晋三の真実でも触れた。 重大記事を削除するのは変だということで、この FNN の記事削除されてましたね、私が見てもね。でこれは、どなたかがアーカイブを残してくださってたんですかね。このように、えー、ありましたので、ちょっと読ませていただきますと、後方の警備が難しいと他党に指摘も、なぜあの場所で演説が行われたのか、安倍元首相ということで言われてるんですよね。 立憲民主党の関係者によると今年4月に泉健太代表が同じ場所で演説したいと申し出ると警察から後方の警備が難しいと指摘され断念していたことが分かりましたそのため泉代表は少し離れた場所で演説というふうに言われているんですよねなのになぜ、えー、元首相はあそこで、えー、されたのかという許可されたのかと許可されたのかということですよね で加藤さんですが奈良県警から後方の警備が難しいと指摘され演説を断念した等があったというのは当初から言われていた話なら何で安倍さんの場合そんな危険な場所でやらせたのかということだいくら突然決まったこととはいええー、総理経験者をなぜという疑問は拭えないというふうに改めてこれ、えー、話題になってるんですよねちょっとね次にこちら長井秀和さんが西東京市 市議選でトップ当選されたということで記事になっていますね。唐田さんですね。元総科学会員の永井秀和氏が西東京市議選で40人中トップ当選、学会幹部の両親に沿ってられ、自身も総科省中高大卒の元学会リートが地方選で、ルタと戦う議員を輩出したい、宗教2世で行き場がなくなった人の行き場となる団体を作りたいと、時代の転換点。 頑張れといいう,うにおっっしゃっていますでこちら澤田さんですが岸田首相は今錯乱し暴走している意識の低い国民をいいことを幸いにやりたい放題多数の良識の人々を神経を逆なでされっぱなしだ困窮国民を飢えさせアメリカからポンコツ兵器を大量に買うために医療や子育て費用は後回しだというなぜみんなノーと叫ばぬのか ポンコツ兵器を大量に持つと日本が安全になるのかというふうに言われていますがねどうなんでしょうか皆さんどう思われますかっていう意味でどうなんでしょうか皆さんどう思われますかでこちら